世界一簡単水ダイエットの痩せるポイント5つお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じて健康的で綺麗に痩せるための情報をお届けしています。ぜひチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひ受け取ってくださいね。それでは1つ目の項目です。なぜ世界一簡単にできるのか、水ダイエットの効果ということで、その痩せるポイントについてお伝えしていきます。では水ダイエットの痩せるポイント、まず4つなんですけれども、1つ目は腸内環境が整って痩せ体質になるから、2つ目代謝が上がってどんどん脂肪を燃やす力がつくから、そして3つ目血行促進ですね、血流が良くなって結果代謝が上がって痩せるから、そして4つ目デトックスができるから、体内に溜め込んでしまった余計な老廃物毒素をどんどん外に出して体の大掃除をしてあげることがやはりダイエットの近道ということになるんですね。はい、では2つ目の項目です。何を使うんですかということで、もちろん今回はねお水なんですよね。ただし水といってもいろんなお水ありますけれども、根本的にはやはり天然水が一番いいと思います。私の腸活の観点からですね、天然水がいいです。なぜかというと、やはりあのビタミンミネラルが豊富ですし、まあ、とにかく腸内環境が整って血行が良くなって代謝が上がってデトックスがあってっていう、まあ、先ほどのね痩せるポイントにもつながるんですけれども、やっぱり天然水っていいですよね。自然なものが一番だなって思います。そこでお水を選ぶポイント注意点なんですけれども、例えばこちら、私ね別動画で痩せるお水ということで、このコントレックスといって、まあ、フランスから来たお水なんですけれども、このお水超硬水なんですね。もうとにかく味が、まあ、飲み慣れない、まあ人によってはまずいみたいなね私はもうね慣れてますから、もうごくごくもう平気で飲めるんですけども、ちょっと、ね、慣れるまでは癖があるので、まあ、難しい方もおいでだと思うんですよね。で結局天然水といっても大きく、まあ、2つに分かれまして、この硬水とまた別の軟水っていって、まあ、2種類あるんですね。なので例えば便秘がちな方っていうのはこの硬水がおすすめなんですね。ただしもともとお腹が緩いとか下痢気味とかそういった方は逆に軟水、まあ、柔らかい方ですよね、のお水の方が体質には合ってますから、痩せようと思ってね下痢なのに無理してこのコントレックスをいっぱい飲むと、ますます下痢になってねえらい目に遭うと思いますので気をつけてくださいね。体調や体質に合っているのがやっぱりね一番です。でこちらはですね、だいたい硬水っていうのは、まあ、海外から来たお水ですよね。で軟水っていうのはやはり日本国産で主に取れるお水、まあ、もちろん国内でも硬水取れる場所ありますけれども、往々にして、まあ、硬水は海外から来た水、まあ、このコントレックスもそうですよね。で軟水は国内で取れた、まあ、湧き水ということになりますから気をつけてくださいね。はい、ではここから3つ目です。どのようにその水ダイエットを取り組めばよいのかということで、今回はねそのポイント5つ、まあ、5箇条ということでご用意しております。こちら水ダイエット5箇条、1つ目、まずは朝起き抜けに1杯、これもね常温もしくはホットで飲んでください。そのことで腸にねすごくいい刺激がいって、もう朝からドーンとねすっきりってなりますから、やっぱり悪いものを溜め込んだままいくら体にいいものを取ったとしても、もう全然吸収できませんから、そこポイントなんですね。なのでよくご質問あるんですけども、こんなに先生腸活メニューで頑張って食べてるのになんで痩せないんでしょうっていう方は、やっぱり一回溜め込んだものを全部出さないと、結局その消化吸収できない腸のまんま頑張ってるってことですから、一旦腸休ませてやっぱりねデトックス大掃除して差し上げてあげることがねとっても大事になります。2つ目です。1日あたり最低でも 1.5 からやっぱり2リットル水ダイエットっていうことであれば飲む必要があると思います。ただしですね、じゃあ一気に私忙しいからってガーバーっとですね、例えばこれ1本一気飲みとかダメです。そんなに一気飲んでも吸収できる量って決まってます。だいたい約コップ1杯、まあ、1カップ 200ml ぐらいがもうね限度ですから、やっぱりですね
パフォーマンス上げましょうね。もったいない飲み方をする必要はないですよ。ですから1回あたりコップ1杯をこの量を1日かけてね、こまめにこまめに飲んでいくっていうのが水ダイエットを成功させるポイントです。3つ目です。あと、ね、食前に1杯必ず飲んでください。お食事を召し上がる前にこのお水を飲むことで満腹感も得ることができますし、食べ過ぎ防止にもなります。はい、4つ目です。空腹時まず水さあこれ何でしょうか。ですね、あーなんか小腹空いてきたとか、あなんかちょっとつまみたいとかありませんか。ありますよね。私だってあります。そんな時にまあ、ちょっと一口ならいいかなとか、飴一個ならいいかなとかね、ダメなんですよ。お口に運ぶ回数が太る回数ですから、まあ、量も大事ですけど、結構ね回数がこまめに分けて食べる方ってのは太るんですよね。要は間食が多い方、量はなくても間食が多いっていう方に太ります。なぜかというとそのたびに太るねデブホルモンが出るんですよ。なので出る回数が多いっていうことは太るわけですよね。ですからやはり水ダイエットしようと思ったらですね、何か食べたくなったら食べるの代わりに飲むです。まずはもうお水飲んじゃう、ぐっと。そうすると空腹感紛れますし、しばらく経つとあなんかもういいかなってだんだんなってきますから、そこなるまではねとにかくすぐに口に運ばない、食べるんじゃなくって代わりに飲むっていうのをね習慣化されるとほんとね成功するの早いと思いますよ。最後クエン酸効果を入れていきましょうということで、これは何でしょうかということでね、今から詳しくお伝えしていきますね。はい、そのクエン酸効果なんですけども、もちろんこういった天然水ですね、もう無添加のもう本当に純粋な天然水がまあ一番なんですけれども、まあ、こればっかりでもちょっとね飽きますよね。ちょっとなんか欲しいなっていう時にこのクエン酸の効果を味方につけますと、さらにダイエット効果が上がります。まあ、その1杯毎回入れなくてもいいんですけどもね、やっぱり10杯飲むうちの、まあ、1、2割はクエン酸入れてもいいと思うんですね。でこのクエン酸っていうのは例えば、まあ、要はね酸っぱいものを入れるんですよ。で私でしたら無添加のレモン果汁を入れてみたり、純リンゴ酢、無添加のリンゴ酢をちょい足ししてね、これにも入れちゃって振って飲むんですけれども、そういった形で要はね酸性の成分を入れると体内でアルカリ性に変わるんですよね。でこのアルカリ性に変わると何が良いのかと言いますと、痩せる体質になるんですよ。例えば、まあ、お肉であったり、まあまあ、いろんな要はねお食事をとるたんびにどうしても体内が弱アルカリ性から酸性に傾くんですよね。でそれがずっと続く方っていうのは太るんですよ。なぜかというと酸性のままって体はパフォーマンスがね落ちるんですよね。要は本来働くべきものが働かないってことなんですよね。ではなくてこういったクエン酸を入れると弱アルカリ性にこうバーッとね戻してくれますから、結局脂質の代謝が上がる、まあ、要するにこう燃えやすい体にちゃんとなる、内臓が本来の仕事をしてくれる、まあ、イコール代謝も上がるってことなんですよね。ですからずっと酸性のまま傾いてる方っていうのは太りますし病気になります。ですからしっかりと食事取ったなっていう時はやっぱり、ね、酸っぱいものをセットで取るといいということですよね。その時にドリンクで取っちゃいましょうということです。そしてそのクエン酸が入るとミネラルの吸収率もアップしますから、どうせ食べるならですねコスパ上げたくないですか。もったいない食べ方をしては本当にね残念だなっていう食べ方をしてる方多いんですよね。ですからせっかく食べるなら消化吸収ができるように、そのコストを上げるようにですねされると良いので、その時にやっぱりレモン果汁とかリンゴ酢とかがいいと思いますし、まあ、梅干しとかでもいいんですよ。無添加であれば梅干しとかね、まあ、クエン酸の粉末も出ますけど、まあ、ちょっとね天然のものから取るのが私はおすすめになります。さあいかがだったでしょうか。簡単にできます。もう本当世界一簡単と言いましたけれども、もう本当にねお水飲めばいいだけなんですが、その飲むタイミング、量、ポイント、まあ、工夫ですよね。一工夫するだけでこんなにもさらにダイエット効果、パフォーマンス上がりますから、ぜひ今すぐ取り組んでみてくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。